はい、どうもシュウテミでーす。ヨヘイでーす。そしてグリッチです。ありがとうございます。グリッチありがとうな。はい、ありがとう。暑い中でサンキュー。イエス。はい、というわけでですね、今回は何やらね、ショウヘイズのクリッチ君がとある野球道具を持ってきたということで撮影をしてくれということで僕らもぜひともやってやらせてもらいたいということで ね、 そうね、聞いた瞬間びっくりしたからね、うん、やってくれ、やりたいっていう感じだったんで、うん、もう合致したので、いや、はい、まあね、ショウヘイズのね、初代4番だからねそうなんですよ。誰でも参加できるあの野球チームショウヘイズをやってまして、埼玉県入間市狭山市の方でやってますので、ぜひともよかったら来てください。一緒にね、クリッチもいるので、楽しくできるかなと思いますので、はい、でこのユニフォームを、参加した方にはこうお貸しして、同じのを着てやるっていう感じになってますので、はい、ぜひとも参加してください。お願いします。お願いします。クリッチくん、はい、今日は何を持ってきたんかな。今日は、はい、こちらを持ってきました。なんだ。モンスターブラックキャノンです。おお。これ7月の下旬から発売されてる限定色の赤色を購入させていただきました。わお。もう1週間2週間しか経ってないんか、出てから。そうですね、今日多分出てるの9月ぐらいか。まあまあ、撮影日は真夏です。真夏のね、はい、8月の頭なんですけども、はい、はい、クリッチ君、これはいくらぐらいしたんかね。これ4万2000円で買いました。けえな。前々から翔平 TV でモンスターブラックキャノンをは知ってて、で以前ちょっと指導をさせていただいた時に、あ、これいいなと思って、で今回ちょっとお給料も余裕があったので買わせていただきました。なんかさ、クリッチ前なんかね持ってるハイゴールドと、ハイゴールドのクロスブレードと、うん、ハイパーマファホースス、うん、ローリングスタンド、その2つとちょっと違う。これって違いますね。どういうタイプ。前使ってたあのクロスブレードとハイパーマファホースは完全に軽いバットも 700g とか 660g のバットで本当、うん、でもこれに関しては 730g なんで、ちょっとパワーヒッター向けなのかなとは思ってます。ってことはまさかクリッチパワーヒッターに転向しちゃうって感じ。そうですね、長打量産したいんで。わー、いいね、いいね。4番戻るぞ宣言。いいね。4番戻ります。これ何、もう打ったの？1回2回か。1回持ってないです。初打ちか。はい、初打ちさせてもらっていいですか。いや、もう翔平さんに打ってもらいたい。いやいやいや、そう、今日クリッチがねあのガッツリ打ってもらって、はい、改めて打感を確認してもらって、はい、クリッチの今後の試合とかで生かしてほしいんで、はいはい、これしっかり打ってみてほしいなと思います。はい、お願いします。今回3人のお手伝いに来てくれてますので、はい、あの彼らを超えるようにね打っていただいて、はい、レフトライトが90-90。そうで、センターが110なんですよ。やばいやばい。広島市民球場ぐらいかな俺だったらもう軽打で超えちゃうけど、まあ、クリッチは普段は軽いバットで使ってたってことで、このバットでね打ってみて、はい、さあどうなのかと、ちょっと試してみたいっす。自分に合うのかと、はい、その辺もねあの見ていただきたいと思いますので、はい、はい、今日よろしくお願いします。お願いします。はい、それでやってみましょう。ゴー、いきまーし黙ってんじゃねえか平田行くぞー。えーい、平田行くぞ。平田オッケー。オッケーやん。時差治った。1、2よ。え1、2よ。えごめんごめん、ごめんなさいごめんなさい。1、2。あ、来た。えどう、弾道が違う。今まで使ってたのは結構低い弾道だ気味のバット、うん、もう内野の頭こすぐらいだったんですけど、うん、今打った感じはすごい高い弾道で、一瞬長打だったのかなって思うほど高い弾道でした。1、2。えっ、お、あー、え、でも思ったより飛んだっす。1、2。おっ、やばい。おお、今どうだった感触。今も感触最高っす。捉えたいポイントで捉えれたんで、おお、結構打ち方もちょっと前めにした方がいいのかなとはちょっと思いました。うん、グリップの上がちょっと細いじゃないですか。ああ、そうですね、この赤いところ。はい、だからすごいしなるのよ。ああ、そうですね。だから振って当たる瞬間にこうバットがたわんでバンってなるから。ああ、そう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 。だからバンってなったところで当たるとすごい飛ぶ。あ、オッケー、ちょっと意識してみます。こうなる前に当たっちゃうとちょっとこう擦ったりとか、ポイントで打てなくなる。はい、1、2。え、いいんじゃない。でもすごい打球スピードも速い。速いやな。
構いいな。はい。うおお。うおお。めっちゃいい。マジで打球早かったよ。打球早い本当に。一二。こんな弾道打てんだ俺。すげえ。もっと前で当たるとかな。はい。うわっ、いい、よくない、めっちゃいい、うわっグリッチ、え、一番飛んだよグリッチ、一番飛んだよ今、え、今すごい、はい、1、2、あーごめんなさい、でも打球速いよ、打球速い、本当に1、2、え、ヒットや、ヒット、うわー、ナイバッチ、帰ろ帰ろ、お、悩ましすぎるわ、うわすごい、はい、あーちくしょ、当てろ、あーほら、はい、あーお、すげえな、打球スピード、いやちょっとアーティストっぽくいこう、構成っぽく、はい、あー構成もこういう感じで打つけど、お、何今の、今すげえ終わったよ、今ちょっと本当にバットがしなった後バッて来たところで当たってたからいい感じだった、今今多分マジで早かった、さっきなら一番多分良かったよ、そうですね、おいいんじゃない、おー、はい、長打コース、そう、え、すげえ、どけ、ほらほら、ちょっと待って、何番で当たる、あ、2番で当たった、そう、ほら、良くない、さっきよりいいだよ、お前だいぶ打球も良くなってる、1、2、おわっ、ね、片手今ちょっと片手っぽく、今さ、打ってきたじゃない、はい、どうだった、結構、弾道も高くて、うん、打球スピードも速いですし、うん、結構一人もフェンス2番までとかもあったので、うん、いや本当自分のバッティングがちょっと変わりそうだなとは思いました、おお、これが本当に飛ぶのか、はい、検証していいですか、はい、お願いします、そんないっぱい打てないよ、はい、もう劣化しちゃうから、はい、お願いします、お願いします、はい、ケイだ、ケイだね、ケイだ、ケイだ、うお、今ケイだ、どう今の、いや、ケイだって翔平さんおっしゃってたんですけど、ケイだ、ケイだ、ケイだで、ケイラであそこまで飛ぶんかと思って、すごいよな、バッこのバットだから、ほんとにいいバット、ほんといいバット、打球は速いかな、あーすごい、どう、入っちゃった、さすが翔平さんだなって思います、軽く、今正直あんまね、いいとこ当たんなかったんで、ほんとっすか、でもちょっとなんか当たり損ねた感はあった、だけど飛んだから、あ、いいのかっていう、そう、いきます、はい、ああ K だ、 K だ、ああ K だね、飛ぶよ、飛ぶ、すごい、 K だ、 K だ、なんで、なんだって、なんつった、強打お願いします、強打、たぶん強打、あ、強打ね、たぶん戦う顔しろって言われてるの、いきます、はい、いきます、はい、これちょっと今いい感じだって、ダーカンは森、木、近隣破壊、なるべく低いのやつ、はい、いきます。どう、低いの、低くても打球スピードが速い、低いよ、あ、低いよな、入った入った入った、すげえ、入った入った入った、さすが翔平さん、低い、上から叩いてもああいう打球で飛ぶこともある、あ、だしこっちで放物線描くのもありだし、両方いけんだよ、だクリッチは低い打球がメインじゃん、そうですよね、だからこのバットに伝える
ようなこのバットの入れ方をしてボールにこうしっかりこう上からかぶせてこういう回転させればあれぐらい飛ぶと。あ、はい、これで十分。おお、オッケー、はい、すごい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、いいバットやな。いやー、いいバットです。いいバットです。どうだった、打ってみて。そうですね、前使ってたバットよりも打球スピードも速かったですし、弾道もすごい上がりましたし、何より飛距離がすごい増したので、ちょっと自分のバッティングが変わりそうですね。おー、2番で当たってたもんね。そう、そうだよ、宇宙間に2番で当たってたから。でもまあ、翔平ズの時にクリッチがね、特大の宇宙間のなんかヒット、ツーベースかなんか打ったと思うんですよ、昔。昔そうっすね、懐かしい。あの打球をちょっとイメージしてるんで、はい、今日はそれは見れなかった。あー、でも、あの打球が打てるっていうのはもう証明してるんで、クリッチ、はい、オレンジに、はい、だからクリッチはもっともっと頑張れば、頑張ります。あとはもう、ボールに対してのバットの出し方、はい、それだけで打球はどんどん変わるし、はい、もっとボールに力を伝えられたらもっと飛んでくるし、はい、あのクリッチの野球人生がもっと楽しくなるかもしれませんで、はい、今後とも頑張ってください。はい、頑張ります。はい、これはあれですか、ネットで今まだ売ってるんですかね。もう売ってない。ネットでまだ売ってます。全然売ってる。じゃあもしね、気になってる方は、じゃあリンク貼っておこうかな。はい。うん。購入リンク貼っておきますので、ぜひとも、はい、あのこちらで、入ってみて、購入してみてください。で、クリッチのインスタもツイッターも貼っとく。はい、お願いします。クリッチの応援もぜひともよろしくお願いします。お願いします。まあ、クリッチ試合動画結構ね、こう切り抜きで上げているので、はい、はい、クリッチの成長も見守ってほしいなと思いますので、今後ともよろしくお願いします。はい、というわけで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではありがとうございました。イエーイ、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 翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜー。